皆さんこんにちは、マンダリグルビチです。では今回は OPD アウトオブパークベースボール斉藤佑樹ハンカチ王子物語の続きをやっていきたいと思います。まずですね、8月に入りましたので成績から確認していきましょう。斉藤なんですけども、ここまで4勝8敗ということで、ちょっとね負けが込んできているという状況ではあるんですが、まあ斉藤の場合ね、開幕投手を務めて、対戦チームの、ね、エース級と対戦することが多いというローテーションになっているのでね、まあ、4勝8敗、まあ、善戦してくれているのかなというふうには思っています。まあ、いくつかね、故障はあったものの、大きなアクシデントはなくここまで来ているので、なんとかね、もう1年間頑張ってもらいたいなというふうに思っています。で、ちょっとね、テンションが落ちてますね。ベリーアンハッピーになってますからね、今ね。何が斉藤の身に起きたのかわからないですけど。では、順位表も確認していきます。8月に入っての順位表、セパですね。まずパリーグの方なんですが、1位ソフトバンク、2位楽天と。いうことになっています。まあ、ここはね、戦力の充実しているソフトバンクと楽天が順当に1位2位ということになっているのかなと思うんですが、一方斉藤の所属するファイターズ、残念ながら最下位に沈んでいるということで、8月、この月をね、浮上のきっかけにできればいいかなと思います。なんとか A クラス入りをね、諦めずに頑張っていきたいと思います。でセリーグの方は1位ジャイアンツ、2位ヤクルト、3位タイガースという順番になっています。カープがね、最下位に沈んでいると、そういうペナントレースになっています。じゃあ最後に簡単にね、個人成績も確認していきたいと思います。パリーグ、浅村がアベレージ取ってますね。あと特筆すべきところで言うと、浅村が全体的に好調だなっていうのが伺えますかね、この、個人成績を見ていると。では続いて投手陣見ていきましょう。まず防御率の方では2期、あとは最多勝は今のところディクソンが9勝ですが、他9勝を挙げているのが5人いますね。ここになんとかね、ファイターズの、まあ、斉藤はもう4勝というところなので、厳しいと思うんですけど、金子とかが絡んできてくれる展開になれば、あるいは A クラス入りが見えてくるのかな、というふうに思います。では、斉藤の登板、8月見ていきたいと思います。はい。では、斉藤なんですが、今回はソフトバンク戦、また千賀との投げ合いですね。1位ソフトバンクとの戦いになります。ではゲームの方を始めていきます。では1回の裏、斉藤の立ち上がりになります。まず1回をね、0点で無難に抑えてくれるっていうのが一番重要ですからね。いきなりここはツーベースを浴びる斉藤。ワンボールからツーベースを浴びている斉藤ですね。いきなりピンチを招いているんですが、二塁に今宮を置いて、2番の明石。ここはさすがに三投はないと思うので、普通に投げていきましょう。これは、落ちる。先制点を浴びる。斉藤、ここまで4球で1失点というね、ちょっと立ち上がりからして厳しいですが、内川を迎えるというところで、ここからね、仕切り直し、しっかり守っていきたいというところですかね。斉藤なんですが、ワンアウト満塁で松田。なんとか1失点で立ち上がり、切り抜けてほしいところですね。ダブルプレーシフトで、なんとかね、切り抜けてもらいましょう。これは、大丈夫だね。今のあたりがゴロとかになってくれるとね、ダブルプレー、の感じになったかなと思うんですけどね。なんとか斉藤、初回1失点で切り抜けた。
5回の裏の斎藤ですね。2回に江川にソロホームランを打たれた後、同点に追いついてもらってワンアウトランナー2塁、ここで2番の赤石を迎えるという場面です。ここを抑えれば勝ちも見えてくる。内川を迎えて空振り三振、切り抜けましたね。6回の裏の斉藤、ノーアウトランナー二塁一塁から松田にデッドボールを当ててノーアウト満塁、ここで中村を迎えるとノーアウト満塁のピンチ。ただし6回の表に2点追加点へ上げてもらって4対2と2点リードの場面なので、もうここはもう1点はしょうがないというところですかね。なんとかゲッツーでアウトカウント2つ取りたい場面で、ここでライトオーバーのタイムリースリーベースで逆転されてしまった斉藤。いや、好投だっただけにここは痛い、いい逆転タイムリースリーベース、斉藤ここまでですかね。いやー、惜しいところだったな。はい、ゲームの方もですね、6回の裏に斉藤が逆転された後、そのままずるずると失点を重ね5対8という敗戦のゲームになっています。はい、ではね、斉藤の試合になります。オリックス戦ですね。では斉藤の立ち上がりになります。前回はね、前半、6回までいい感じで来てたんですけどね、最後逆転されてしまった斉藤なので、ここもね、立ち上がりしっかり抑えて味方の打線が点を取ってくれるのを、まあ、待つという展開ができればいいんですが、いきなり雲行きの怪しいツーベースを浴びてワンアウトランナーが二塁とピンチの場面になっています。で、3番に岡田が入ってますね、 T 岡田。ここは三盗を許す。さらにキャッチャーの悪送球の間にランナーが帰って1失点。ここで T 岡田にスリーランを浴びて2回5失点。斉藤ちょっと厳しい展開になってますね。早いですがブルペンにスタンバイをさせておきましょう。はい、斉藤なんですが、3回の裏フォアボールのランナーを出して二塁一塁のピンチで、ここまでかなというところですかね。ちょっと斉藤今回いいところなし。はい、ゲームの方なんですが、オリックスに2対9と大敗を喫しています。では斉藤、8月、3回目の登板ですね、ロッテ唐川との投げ合いになります。では斉藤ですが、3点ね、初回に取ってもらって、立ち上がりということになりますね。なかなか初回に3点リードしてもらってから投げるっていう機会あんまりなかったんでね、ここは斉藤に期待したいところですが、いきなり荻野を歩かせている。ここはダブルプレーシフトでクイックで投げましょう。荻野は足速いですからね。ただここはレフト前に打たれて3番、レアードを迎えるという場面。ここは空振り三振。ここは持ってかれた、同点スリーラン。
1回の裏3点リードをもらった斉藤ですが、いきなり同点スリーランを浴びてしまい、試合は振り出しに戻ったという展開になりますね。斉藤踏ん張りきれないな、ここに来てね。ただ試合の方は振り出しに戻ったというところなので、ここはね、しっかりやってもらいたいところですね。ただそんな斉藤ですが、デッドボールのランナーを一塁に置いて7番鈴木、ここは抑えてくれて、なんとかね、1回の裏3失点というところで終えています。はい、1点取ってもらってリードで迎えた3回の裏なんですが、バルガスに2打席連続ホームランを浴びて同点に追いつかれてしまった斉藤ですね。ここで斉藤が0点でいってくれればっていうところなんで、ね、ちょっと残念ですけどね。ただバルガス2打席連続持ってかれましたけど、2本目のホームランはもう逆方向のポール際ギリギリに放り込まれたホームランでしたね。もうポールをなんていうのかな、逆巻きにしたようなそういうホームランだったので、ちょっとここはバルガスが優れていたのかなというところなんですけど、それにしても斉藤リードをね守りきれないというのがちょっと多くなっているので心配です。さらにピンチが続き、ノーアウトランナー3塁2塁で荻野、ここはショートゴロの間に勝ち越しを許してしまいました。そして2番の角中、ここは最少失点の1失点でね、抑えたい。さらにレアードの後はね、2打席連続ホームラン中のレアード、バルガスを迎えるという場面だったので、ここはね、なんとかしのいでくれました。さあ今回打線好調で、逆転してくれているので、ここでね2打席連続ホームランを浴びているバルガス、3打席目の勝負になります。ここは中田の看板な守備、中田の看板な守備でライト前に運ばれてしまいましたが、この後しっかり抑えてね、勝ち星をつけたい、そんな斉藤だと思います。ここはただ大きい当たり、持ってかれた。ここで斉藤逆転のツーランホームランを浴びてしまった。残念ですけどここまでですかね。斉藤ちょっとこの8月試練を迎えているのかなという感じがします。はい、ゲームの方なんですが、6対10ということで、斉藤8月入って3連敗ですね。では斉藤ですが、西武ライオンズ戦になります。1回の表、斉藤の立ち上がりになります。8月に入って3連敗、しかもねちょっと失点が目立っているという斉藤なんで、これ以上ちょっと8月ね失態が続くようだと1軍登録抹消っていうね、もうそういうことにもなりかねないので、いくらね温厚なコロナぶっ殺す GM 兼任監督とはいえね、ちょっとこのままだと厳しいのかなっていうね、そういう斉藤になってますからね。ここはなんとか斉藤にね意地を見せてもらいたい、そういう場面になるかなと思うんですが、早速斉藤ピンチを迎えていて、
ノーアウトランナー二塁一塁でメヒアを迎えるという場面になっています。まずは初回0点でね、終えると。ただここは斉藤三盗を許す。一応ね、今クイックで斉藤には投げてもらったんですが、それでも三盗を許してしまいましたね。まあ、内村足が65あるのでね、スティールも70ってなるとトップクラスですね。まあ、とはいえ三盗を許すのはどうかと今もちろんあるんですが、パスボール、ここでパスボール鶴岡やってしまって、いきなり1失点。なおワンアウトランナー三塁。斉藤の立ち上がり、ここも犠牲フライになるかというあたりですね。さあ斉藤なんですが、2回も捕まってしまって2失点かつランナー二塁一塁ワンアウトですね。ここでメジャー入りした秋山を迎えるという場面。ここはフォアボールでワンアウト満塁。そしてメヒア。ここを抑えられないと厳しいゲーム展開になろうかというところで、ここでメヒアに大きい当たりだ。持ってかれた。スリーランホームランだ。斉藤、この回5失点。斉藤ここまでですね、2回持たずノックアウト。ゲームの方なんですが、乱打戦の末9対11で敗戦しています。はい、では斉藤、前回ライオンズに2回持たずノックアウトされているんで、その斉藤のリベンジ戦になります。斉藤、2点リードしてもらって1回の裏立ち上がりです。本当8月斉藤ね、全くいいとこなく来てしまっているので、まずは8月1勝を挙げるっていうね、そういったところを達成してもらいたいなというふうに思うんですが、いきなり1番内山をファーストに置くというピンチになっています。内山スティール力もあって足も速いんでね、ちょっと走られるリスクがある、まあ、そういう中での秋山を迎える中でね、なんとかファインプレーで助けてもらったところで、ここで斉藤にアクシデントが。ここはファインプレーを見せてくれた西川にアクシデントですね。そしたらね、レフトには長野を入れています。まあ、長野いつの間にかカープからファイターズに入ってたんですね。トレードはアシスタント GM に任せていたので、ちょっと見ないうちに、なんと巨人から広島に行った、そして広島からファイターズ入りしていた長野を、一旦レフトに入れています。これで試合の方を続行していきましょう。3対0と3点リードをしてもらった斉藤なんですが、2回の裏ワンアウトもランナー満塁フルベースという場面で金子を迎えています。ここは金子に満塁ホームラン。金子に満塁ホームランを浴びて逆転を許してしまった斉藤。3点のリードが一気にね、1点ビハインドという場面に変わってしまいました。もちろん斉藤ね、相手のエース級と対戦することが多いので勝ち星が
伸びていないというのはあったんですが、8月に入ってからちょっとね、投球内容が厳しいのかなという感じがしますね。斉藤、ここでメヒアに勝ち越しツーランホームランを浴びてしまったというところで7回7失点。ゲームの方も8対10ということで、斉藤8月勝ち星なしという厳しい結果になってしまいました。ちょっとね、斉藤この8月いいところなかったので、9月はね、なんとか1勝でもしてもらいたいなというふうに思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。